第3節居直りの方法論」病気を治すために人生のどん底で居直らなければならないと理屈では分かっていてもどうしたら居直れるのでしょうかまずきっかけをつかむことが大切ですちょっとした発想の転換や気持ちの切り替えで居直ることができるのですその方法論をいくつか示しますので 心を転換するための精神療法の入門という気持ちで実行してみてください。ええこの世に絶対ということはなく全ては相対的であると悟ること。よくがんのような大病にかかると世の中には自分ほど不幸な人間はないと悲嘆に暮れ挙句の果てに闘病意欲までなくしてしまう人がいます。そのような人は もっと広い視野で世界を見渡す必要があります人間の幸福をなどというものは全て心の持ちさまが決めています幸福や不幸という実態が現実に存在しているわけではないのですその人の心の持ち方次第で同じことでも受け止め方にさまざまな違いが出てきますいくら金持ちでももっと金が欲しいもっと もっと金が欲しいといつも心の中で欲求不満を感じているならあまり幸福とは言えませんし貧乏人でもこれ以上お金はいらない十分であると思っていれば幸福ですオリンピックで金メダルを取れず銀メダルに甘いんじたと嘆く一流選手もいれば立つことができたと言って喜ぶ身体障害者もありますがんの末期で こういくらも生きることはできないと宣告された人でも考え様によっては心筋梗塞や脳出血でぽっくり死んでしまうより家族と別れを惜しむ余裕もあり身辺整理もできてある程度は幸福かもしれません欧米ではぽっくり死んでしまう心筋梗塞や脳出血になるよりはがんになった方が 家族とも別れを惜しむ余裕もあり、身辺整理もできるから、より添しなしに方であると考える人が多いそうです。要するに、人生の幸福行は、その人の心の受け取り方次第で決まるものなのです。いくら長生きしても毎日が不満だらけなら、幸福な一日を体験して死んだ方が幸福かもしれません。人間の幸福行などは、生きている時間とは、 あままり関係がないと言えます古代中国の聖人孔子は論語の中で「明日朝に道を聞かば夕べに死すともかなり」と述べ人間の正しい生き方が理解できたらその日の夕方には死んでも悔いはないと述べています孔子の真意は心が転換できて真実の生き方が理解できれば死に対する恐怖もなくなりたとえ寿命はもなくなり 短くても何も知らずに不満だらけで長生きするよりましだと述べているのですこの世の中に生きている寿命はものによって様々です中国道教の古典の宗師に次のような文章があります招致は大地に及ばず小都市は大年に及ばず敬意を持ってその叱るお知るや彫金朝金は改作味噌ついたちを知らず 子は春秋を知らず、知れ小どしなり、諏訪の南に命令なるものあり、五百歳をもって春となし、五百歳をばあきとなす、上古に大椿なるものあり、八千歳をもって春となし、八千歳をばあきとなす。しかも、法祖は、すなわち今、久しきをもって徳利、聞こえ、囚人これに引きせんとするわ。 またまた悲しからずや商用遊園。小さな知恵は大きな知恵に及ぶことはできず、短い寿命のものは寿命の長いものに及ぶことはできない。その隔たりは極めて大きい。何によってこれを知るか。朝の間の命しか保たないキノコは朝を知っても昼を知らず、セミのつくつく帽子は春を知っても秋を知らない。 これが短命なものの例である。ところがスワイの南には命令と呼ばれる大木があり500年間を春とし500年間を秋とするまたその昔には大椿と呼ばれる木があり8000年間を春とし8000年間を秋としたというところが今の世では雄祖放祖という人間が長寿だというので大きな評判になり 人々がこれにあやかりたいと願っているのは哀れというよりないではないか。そ子の言わんとするのは寿命が短い長いと言ってもそれは人間の基準であって広く世界を見れば短命なものから著名なものまで様々である。だから人間の狭い視野から寿命が短いとか長いとかを議論しても仕方がないよということです。 キノコやセミの中にはその寿命が非常に短いものもある一方で太陽のように何億年という寿命を保つ天体もありますしさらに宇宙的なスケールで物を見れば太陽より4日に寿命の長い天体はいくらでもあるそうですこのことから人間の一生は短命なセミなどに比較すれば気の遠くなるい長いとも言えますし 太陽などと比較すれば逆にまばたまばたきする瞬間より短いとも言えますここに出てくるホウソホウソという人物は古代中国の伝説上の仙人で陰の末期頃には760歳以上にもなるというのに外見はまるで青年のようであったと伝えられていますホウソは道教の大家として知られていましたが外見を飾らず名声を求めず のんびりとした日々を送ることを何より大事と考えていました。旅行にも、馬や車は使わず、どんな遠いところでも歩いて出かけたとのことです。ホウは、長生きの秘訣として、棒中術を重要視していました。棒中術とは、正しい男女交接、性行為の方法です。自分には重大事であると思えるような事柄でも、他の人から見れば、 別に大したここととででははないことはいくらでもありますそれは人間一人一人の心が違うからで心を変えればまた見方も変わってくるのです。心の持ち方で人生に大きな違いができるということを芥川龍之介は主樹の言葉で次のように述べています。人生を幸福にするためは 日常のさじ、大したこともない些細なことを愛さなければならぬ。雲の光、竹のそよぎ、村進めの声、傍人の顔、あらゆる日常のさじの中に、無常の甘露味を感じなければならぬ。人生を幸福にするためには、しかし、さじを愛する者は、さじのために苦しまなければならぬ。 100年の憂いを破ったであろう。が、古い家を飛び出したカエルは、100年の憂いを後を経たかもしれない。いや、場所の一生は、凶楽の一生であるとともに、誰の目にも、塾の一生である。我が我も微妙に楽しむためには、やはり微妙に苦しまなければならぬ。人生を幸福にするためには、日常のサジに苦しまなければならぬ。雲の光、 竹のそよぎ村すすめの声強人の顔あらゆる日常の差事の中に大地獄の苦痛を感じなければならぬ芥川龍之介の言葉はどんな些細なことも見る人の心持ちにより時には幸福にも感じるし時によっては地獄の苦しみにもなるということを彼独特の経験で表現しています要するに 人間の幸福行などは相対的なもので心の持ち方でいかさまにも変化するものなのです。